ようございます。8月14日月曜日の朝です。お盆休みの方も多いのでしょうか。台風の進路が気になるところですが、ここ調布市菊野台はすっかり晴れて太陽が見えています。ただただ蒸し暑いです。今日もゆっくりと動いていきましょう。では仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸を楽にしてください。床と体はどう接しているでしょうか。床に接しているところ、浮いているところ、右側と左側を比べてください。頭を左右に傾けてください。今度は頭を傾ける動きは背骨を通じてどのあたりまで動きが影響しているでしょうか。では動きをやめて左側を下にして横になってください。左手は枕のようにして頭の下に置いてください。これで肩が痛いという方はもう伸ばしたまま頭を乗せていただいたり、クッションを置いていただいても構いません。とにかく楽な体勢をとってください。右手を胸の前、顔の前あたりに、指先をご自分の方に向けて置いてください。そして肘を立ててください。で、この体勢で左肘と右膝が近づいたり戻ったりしてください。決してつけようとして肘と近づけようというふうにすると、とにかくつけたくなりますよね。人情ですけど、そうではなくてゆっくり近づけていって戻ってください。この時に、戻った時に最初の位置まで、背中がまっすぐになるまで戻ってください。肘と膝が近づいたり戻ったり、楽に楽に、とにかく楽な範囲でやってください。はい、どのくらい肘と膝が楽に近づくでしょうか。一旦この動きをやめて、今度は肘はここに置いたまま、膝が肘に近づいていってください。これも決してつけようと頑張らず、なんとか少しでもっていうところで力が入りますので、力が入らない範囲です。楽に楽に近づいていって、あ、力が入ったなと思ったらその手前で戻ってください。そして戻るときは最初の位置まで。そうすると骨盤や股関節はどう動いているでしょう。右の骨盤と左の骨盤の動きはどう違うでしょうか。呼吸は止まっていませんか。頑張ろうとした瞬間に呼吸がぐっと止まることはよくあるので、楽に楽にやってくださいね。
では一旦足の動きをやめて、今度は膝はここに置いたままです。肘が合いに行きます。肘が、左の肘が右膝に近づいたり戻ったり、ちょっと汗でフローリングでは滑っていかないので、私はちょっとこういう軽い毛布を置いています。そうすると滑りやすくなるので、皆さんもなんかちょっと工夫してください。肘が膝に近づいたり戻ったり、戻るときはまっすぐ最初の位置まで戻って、そこで呼吸をして力を抜いてください。そして丸まって丸まって、膝に近づいていったり戻ったり、頑張らず楽な範囲でお願いします。この手のアーチをくぐって、肘が近づくと頭ももしかしたらくぐっていくかもしれません。首だけでやろうとせず、頭の裏から尾てい骨までつながっている背骨を想像してください。背骨がどのぐらい曲がっていくでしょうか。はい、ではこの動きをやめて、また肘と膝が近づいたり戻ったりしてください。さっきよりどうですか、ちょっと楽に近づくようになったでしょうか。でもこれ頑張らずですね、もちろん楽に近づける範囲でお願いします。では動きをやめて仰向けになってください。呼吸を楽にして右側と左側を比べてください。床と体の接地面はどう変化したでしょうか。もしかしたら変化しないかもしれないですけれども、今の状態を観察してください。では右を下にして横になってください。同じような体勢をとってください。右手を枕のようにして頭の下に置いて、左手は胸の前、指先はご自分の方に向けて肘を立ててください。そして右肘と左膝が近づいたり戻ったり、戻るときはまっすぐ顔は正面を向いてくださいね。背中が、背骨が丸まったりまっすぐになったりするのを観察してください。はい、では今度は膝、左膝が右肘の方に近づいてきます。右肘は向かいに行かず、左膝が右膝に近づいたり戻ったり、まっすぐ足が上がっていくと、このアーチの中を通れないので、背中を丸めながら行ってくださいね。で、まっすぐになります。背骨が丸まったり、まっすぐになったりしてください。でも、決して無理をせず、楽な範囲でやってください。時々戻った時に呼吸をゆっくりして力を抜いてください。そして、あ、抜けたなと思ったらまた軽やかに
膝が肘に合いに行きます。今度は肘、右肘が左膝に合いに行きます。結構これこの毛布が通りにくいですけれども、楽に楽に。肘が膝に近づいていくときに顔はどちらを向いていくでしょう。顔は天井を向いていってください。そしてゆっくり戻ります。背中丸めて、肘が膝の方に行くときに顔は天井を向いてください。決して無理せず、楽に楽に。首でやろうとすると本当一遍で首が痛くなっちゃいますからちょっと汗でなかなかうまく滑らないですけど、無理せず。背骨はどういうカーブを描いていますか？では一旦この体勢で休んでください。そしてまた肘と膝がお互いに近づいたり戻ったりしてください。最初に比べて楽にこの動きができるでしょうか。おへそを見ながら丸まってください。はい、では動きをやめて仰向けになってください。床に体を預けてください。今日最初に仰向けになった時と比べて体と床との接し方は何か変化があったでしょうか。頭を左右に傾けてください。この動きが背骨を通じてどのあたりまで影響があるでしょうか。では動きをやめてゆっくりと起き上がってください。はい、いかがでしょうか。ちょっと首が痛いなと思ったので、それは首でやりすぎです。首を痛めがちの方はどうしても首をすごく動かしたくなるんですね。そしたらもっと胸や溝落ちあたりを動かす気持ちでやってみてください。それでは今日も蒸し暑い一日になりそうですけれども、ゆったりと一日を過ごせますように。では、いってらっしゃい。